ブライアン・クルザニッチは、インテルの元最高経営責任者。CEO 就任以前は、同社の上席副社長兼 CO e を務めた。三ノゼ州立大学で科学の学士号を取得。半導体加工に関する特許を保持している。1982年に、ニューメキシコ州でエンジニアとしてインテルに入社。2012年1月、同社最高執行責任者に昇格。 2012年11月、CEO のポール・オッテリーニが辞任を表明。その後6ヶ月間にわたる公認探しを経て2013年5月2日に CEO に選出される。同年5月16日に年次株主総会での承認を得て就任した。2018年6月、経営層が社員と関係を持つことを禁じた、社内規則違反を理由に辞任。 CFO のロバート・ボブ・スワンが暫定的に CEO を引き継ぎ2019年1月に正式に後継 CEO に指名された。2016年6月、カリフォルニア州アザートンのクルザニッチ事典での開催を予定していたドナルド・トランプ共和党大統領候補の資金調達者を交えた意見交換会を中止した。 このイベントは2016年6月2日の開催を告知していたもののインテル社は直前に中止を発表。トランプ陣営の広報担当者はスケジュールの競合が理由だと説明し結果としてトランプ選挙陣営は6月2日に3の税で大体のイベントを開催した。インテル社は移民制度改革支援の一環として女性や 社会的少数者の雇用に3億ドルの支援を行っていることや、半導体業界にとって最大の市場である中国での利益を重視する点を踏まえて、トランプ人への資金調達イベントを主催することが、インテル社の方針と矛盾する可能性があると広く見なされていた。2017年8月14日、トランプ大統領の助言委員会である、米国製造業評議会委員を辞任すると、 発表した。ありがとうございます。